FP3 クラスの決勝周回数は22周、 KT のレインの22周は長いですよ。どんなドラマが待っているんでしょうか。先ほどの予選ヒートの時にはスリックとレインが混在し、レインタイヤを履いたドライバーが大当たりというような形になりましたこの FP3 ですが、今度はみんなレインタイヤでのガチの勝負。セカンドチャンスヒートから勝ち上がってきたドライバーはこの路面を知っています。さあそういった有利な面もある。後方からの追い上げも期待したい。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからスタートするのはカーナンバー14番、 SPS 川口、春日龍之介。さあこの FP3 クラス、この最終戦シリーズチャンピオン候補は6人いたんですが、予選で4人に絞られました。その中で圧倒的優位な状況にあるのがこのポールスタートの春日龍之介です。春日は4位以上であれば自力でシリーズチャンピオンです。セカンドスタート、カーナンバー11番、フォーミュラブルー TKC 富下リオナ。先ほど予選で気持ちよくレインが大当たりした富下、今度はセカンドからガチ勝負です。3番グリッド、カーナンバー40番、アッシュ大月素直。4番グリッド、84番ワンポイント、林レイ。一気に上がってきた、イケイケでしょう気分は。5番グリッド、カーナンバー61番、松本レーシング寺島智樹。そして6番グリッド、こちらもレインタイヤが当たりました、カーナンバー37番、 DSM 佐藤瑠衣。以上がトップ6となっております。続いて7番グリッド、カーナンバーは30番、フォーミュラブルーアッシュ久富圭。8番グリッド、カーナンバー47番、 RS1 大島亮介と鈴鹿の主が2人横並びになっております。9番グリッド、カーナンバー19番、青いレイングスーツを着てきました乗り物クラブティグレ、蒲生直也。10番グリッド、カーナンバー74番、レインスリックを頑張りましたアッシュ宮地健太郎。続いて11番グリッド、カーナンバー31番。さあ一旦落ちたところから復活してきましたからね、そういう時には持ってるもんですよ。 TBT レーシングチーム with 前田眼科、飛田明宏。続いて12番グリッド、カーナンバー44番、チーム長尾中村海斗。13番グリッド、カーナンバー25番、フォーミュラブルーマスタースピード鈴木恵夢。14番グリッド、カーナンバー13番です、SL 玉田レーシングチームアント向田一茶。15番グリッド、カーナンバー10番です、まだ逆転のチャンピオンの可能性残ってます、 B-MAX レーシング大越武。16番グリッド、カーナンバー33番、ティーム KBF 田上隆起。17番グリッド、カーナンバー15番、スーパーレーシングジャンキー高田陽大。ちょっと雨にやられましたが。そして18番グリッド、カーナンバー21番、平井プロジェクトウィズアッシュ行くぞ奇跡の大逆転森川高光。続いて19番グリッド、カーナンバー55番です、ビフォンテウィズアッシュ大井武史。続いて20番グリッド、カーナンバー86番、シナジーリンクス宇都宮ハルト。続いて21番グリッドです、カーナンバー64番、 HRT 角田雄心。22番グリッド、カーナンバー36番、ガレージ C 鈴木孝則。さあローリングがスタートということになりました。さあ1台エンジンがかからないのがお指示ですかね。あ、よかったよかった、かかりましたね、よかったです。さあ23番グリッド、カーナンバー51番です、アステック宮崎龍。24番グリッド、カーナンバー34番、ルーチモータースポーツ増田隆久。25番手20番ティーム長大阪鶴見法律事務所岸秀幸。26番グリッド22番、ファーストガレージ B-MAX 酒井翔太。27番グリッド18番、乗り物クラブエフェガーラ吉田弘樹。28番手57番、レオンレーシングチーム米林義輝。ここまでが予選通過ドライバー。そしてセカンドチャンスヒートを勝ち上がってきました29番手27番、平井プロジェクトウィズアッシュ船橋博則。30番手17番、乗り物クラブティグレ坂博之。31番手71番、カートガレージクラッシュメイト上田裕樹。32番手96番、 SL 玉田レーシングチームティーム凡人大野博。33番手54番、ワンポイント越路正也追いつきました。34番手78番、三ツ田 PWG レーシング小林海里。以上フルグリッド34台です。シリーズチャンピオンは春日か
富下か鈴木か大越、誰になるのか。ホームストレートからスタート。さあ春日の後ろから一気に大月スノーラが仕掛けていく中、春日はそのまま順当に1コーナーから2コーナー取っていきます。後ろから富下リオナ、そして大外まで行っちゃったドライバーもいるけれども、インカーから寺島智樹あたりが上がってきたでしょうか。さあ3コーナーへと向かっていきます。トップ2の影が、これは春日と富下、そして3番手争いは大混戦です。大月素直が3番手をキープしているか。しかしその後ろ4番手には同じくトニーカートのカラーリングだ。これは誰でしょうか。3番手が大月、4番手が、寺島か。寺島ですね。4番手寺島、その後ろついてっております。で5番手はこれ、白のヘルメット、林玲かな。ちょっともうゼッケンすら見えなくなっておりますけれども、5番手にはゼッケン84番林玲です。合ってます。そして6番手には佐藤瑠衣が上がりました。さあ4番手5番手争いはサイドバイサイド、寺島と林が横並びになって1コーナーへと入っていきます。その後ろからは佐藤瑠衣、そして下宮賀茂、大島飛び込んでいたドライバーがホームストレートを通過していきます。自力でチャンピオンの可能性を残しているのはトップを快走している春日龍之介、4位以上でチャンピオン確定です。それを阻むことができるか富下リオナ。富下リオナは春日を抜いてトップに躍り出てきた場合、春日が5位以下であればチャンピオン逆転ということになります。まあ長いですよ、22周、まだオープニングの2周目。しかしここですでに春日龍之介は2番手富下に対してアドバンテージを築いています。3番手大月が富下の後ろピタッとつけている。4番手には寺島、5番手には林、そして6番手以降が入れ替わってきました。6番手にはこのカラーリングはガモーか。6番手ガモーか、カーナンバー19番上がってきましたね。その後ろに佐藤瑠衣、その後ろには佐藤圭がピタッとつけています。さらに大島、ここまでが一段と言っていいかもしれませんね。上位9位までが第1集団、そしてそこからですね、さほど離れず10番手以降もついてきている感じです。富田、鈴木、大越の三つどもえ、さらには向田、高田、中村、森川、田上といったところがついております。さあ中村海人とそれから宇都宮春人はシリーズチャンピオン争いから残念ながら脱落してしまったんですが、中村が現在15番手、宇都宮が18番手となっています。ヘアピンから立ち上がってくる、接近しているのは2番手3番手争いと6番手以降の集団です。2番手富下、3番手大月と、それから6番手にはさ現在林玲あたり。さあ最終コーナーから立ち上がってくるが、ここはまた難問だった。さあ林玲と佐藤とさらに久富が難問になって1コーナーへと入っていきます。接近接近、後ろから大島も接近、富田も接近、鈴木恵もまだ逆転チャンピオンの可能性が残っていますからね。ただ鈴木恵はトップか2位まで上がらないといけない、現在は11番手です。大越も優勝するしか逆転はありません。トップ2に春日と富下という東地域でやってきた FP3 のトップ2ドライバーが今快調に走っている中、その他のドライバーにとって逆転はかなり厳しい目となっておりますけれども、さあ2番手の富下の後ろには大月スノーがピタッとつけている。大月スノー、今シーズンは西地域で戦ってきましたので、この春日や富下とバトルをするというのはなかなかなかったんじゃないかなというふうに思いますが、今シーズンはですね、御殿場大会第3戦から出てきているんですね。さあ2位に上がりました大月、そしてその御殿場大会で7位、さらには神戸大会で6位、中山大会で2位表彰台と上り調子できています。マックスカテゴリーでも最近本当に調子がいい大月スナを、さあファステストをマークして現在2番手トップの春日を捕まえようとしているところです。大月スナにとってはここでね、優勝なんかしたい意味は本当に彼のこれからのキャリアに大きなね、一つのステップができるんじゃないかというふうに思いますが、
ちなみに義理のお兄さんはあの勝田貴元です。 WRC で今回頑張っている大月素直のお姉さんが勝田貴元の奥さんということになっております。さあ試験から最終コーナーへと向かっていきます。さあ1台コースアウト、下り 25R、 あのカラーリングは続きではないでしょうか。カーナンバー36番続き貴則、再スタートを切りましたけれども大きく遅れました。接触もあったようです。さあトップ2は1コーナーのところ、大月素直が春日龍之介を捕まえました。さあ春日龍之介は2番手3番手にドロップをしても富下リオナや鈴木の友が後ろにいれば大丈夫というところですけれども、落ちたくないんでしょうが、どうだろう。3コーナーのところ近づくだけ、パッシングには至りません。さあそして林レイも大きく遅れてますね、今最終コーナーのところ。さあ今回持っている男かと思ったカーナンバー84番、林レイですけれども大きく遅れました。さあそしてトップ争い、大月素直が春日龍之介をかわした。西野ドライバートップに浮上してきました。2番手春日ちょっと離れて、3番手に富下、さらに離れまして4番手には寺島、5番手に蒲生ということで GT ドライバーも頑張っております。そして6番手には久富、7番手には佐藤、8番手大島、いやいや8番手これ変わりましたね、鈴木めぐみに変わっています。8番手鈴木、9番手に大島です。ちょっと離れまして10番手にはカーナンバー44番、中村海斗が上がりまして、その後ろに大越、森川、高田、富田が随分ドロップをしてしまいました。13番手カーナンバー15番の高田兄弟はこの週末好調だったんですけど、突然の雨にやはり翻弄されたうちの一人であります。またカーナンバー31番の飛田明宏も続く初めての走行という中で、いきなりの雨にはなかなか対応できなかったといったところなんでしょう。現在は14番手までドロップをしています。一方セカンドチャンスヒートから這い上がってくる組といたしましては、坂博之が現在17番手、で船橋弘則がさっき 25R のストップからの再スタートということで、セカちゃんから頑張ってたんですけれども、また遅れを取ったということで、坂博之が現在17番手というのはどのあたりになるんでしょうかね。今最終コーナーにアプローチをしていく、最終コーナーのあのピンクのヘルメット、青いレインスーツが坂博之です。カーナンバーは17番、現在は17番手、16番手に上がりました。セカちゃん組も頑張って追い上げてきています。まだレースは7周終了ですからね、まだあとこれの倍以上あるので、まだまだ分かりません。さあそしてファンテストは大月素直が出しています。カーナンバー40番、ひょっとして今回ラッシュ大当たりじゃないですか。先ほどの伊藤瀬奈の速さといい、大月素直の速さといい、このアッシュのレインセットがドハマりしているのではないかという、そんな観測が今私の中に生まれました。それぐらい速いです、大月素直。森川貴光も今12番手まで上がってきてますからね、アッシュ勢が上がってきてますので、さあこの辺アメセット大正解というところかもしれない。もともと遅いドライバーではないですけれども、大月素直、しかも今シーズン後半すごく伸びてきてましたけれども、今回のこの走りは速さはびっくりです。さあ8周終了、9周目、先ほどもちょっとご紹介しましたが、アッシュの先輩には OK クラスのホラチリョウタ、それから山田舞衣もそうですか、そしてフランス行ける野村優斗、さらにはスーパーフォーミュラの三宅淳もアッシュの出身です。中部地域地元のドライバーたちです。さあ大月素直が今下り 25R を立ち上がってくる。2番手春日龍之介と3番手富下リオナはシリーズチャンピオン対決です。富下リオナが前に上がりまして、で春日龍之介がさらに後ろにドロップすることがありますと、全日本初の女性チャンピオンが誕生いたします。時代も変わってきたなという感じです。午前中にもお伝えしましたが、今までは女子ドライバーが勝つというだけでジャパンカードの表紙に乗るぐらいの大変なエポックメイキングな出来事でした。しかしながら今やその女子ドライバーたちが、先ほどのジュニアの松井沙羅しかり、この FP3 の富下リオナしかり、シリーズチャンピオンを戦うというようなところまでやってきてくれました。時代が進化しております。
富下リオナは前回の定価大会で EV の開幕戦にも出ておりました。さあ周回数は10周目、まだレースは前半です。 FP3 の決勝です。2番手3番手カスラと富下、この2人は先ほどからほとんど変わらずというところですが、実は富下の方がわずかに速いです。4番手には蒲生直哉が寺島をかわして上がりまして、今この4番手5番手は前からも離れ後ろからも離れという一騎打ち状態となっています。そして6番手こちら久富圭と後ろから上がってきました鈴木恵は同じフォーミュラブルーの対決となりました。久富圭は今年30歳のフォーミュラブルーと言われて、まあ、年重ねたので今回は31歳ですが、一方でですね、鈴木恵の方はといいますと最年少に近いドライバーということになっておりますよね。13歳、年の差いくつって感じですね。本当に20歳違い年の差があるわけなんですけれども、その2人が直接対決。さあ3コーナーから4コーナー、鈴木恵飛び込んだか。さあ4コーナーからの立ち上がり S 字のところ、鈴木恵が前に出てきた。この雨のコンディションに合わせてきた鈴木恵、先ほどの得点の雨スリックにはちょっと戸惑っていたようでしたが、さあここで鈴木恵は6番手まで浮上をしてまいりました。この辺はシリーズランキングはかかってますのでね、鈴木恵はランキング3位ですから、このままフィニッシュをすると春日がチャンピオン、富下がランキング2位、そしてランキング3位に鈴木恵ということになりそうです。さあこの鈴木恵と、さらに久富圭がホームストレートを通過しまして、その後ろには中村海斗、さらに佐藤瑠衣に森川貴光、森川10番手まで浮上してきましたね。11番手に大島、12番手大越の後ろから大井隆が今迫っていきましたけれども、どっちが前に出てきたでしょうか。大井が前に出てきたかなとちょっと見えましたね。水煙の向こうなので定かのこと言えないんですけれども、そんな風に見えましたが、どっちが前かな。今 S 字のあたりに差し掛かっています。お伝えしておりますのは12番手13番手争いです。さあやはり大井の方が前ですね。カーナンバー55番大井が12番手13番手にカーナンバー10番大越という形になってそうです。そしてその後ろから高田陽大と坂博之、この2台が来ているのではないかと思われますが、そうですね、坂博之は現在15番手、16番手にカーナンバー74番宮地、そして17番手31番富田、単独になっているのは13番岡田、この後ろが19番手から後ろのバトルですね、宇都宮がいて田中がいて、その後ろ2人限定ローズになっているこの辺りのバトル、セカンドチャンスリードから勝ち上がってきたドライバーたちも頑張っています。さあレースは残り周回数が10周、ようやく後半へと入ってきました。トップ大月と2番手春日との差は3秒656、このヘビーウェットなコンディションと、そしてこの新しい鈴鹿の路面と、これにしっかり合わせ込んだドライバーがぐいぐい上がってきて後ろを引き離すという展開になっています。この FP3 も大月が、さあ大月にとってはこれ初優勝ということになるんじゃないでしょうかね。 FP3、 さあ今までの記録をひっくり返してみたいと思うんですけど、大月がねそんな優勝したっていうのあったから、 もしあったらごめんなさいなんですけど、私の記憶の中になかなか出てこないんです。さっきから一生懸命頭の中検索してるんですけどね、なかなか思い出せないような感じになっておりますので、大月さんも、さあ今回今どんな思いで今トップを走っていますかね。周回数は13周を終了しています。2番手3番手の春日と富下のシリーズチャンピオン直接対決は現在コンマ5秒差、春日に対して富下近づけそうで近づけない、はがみしているんじゃないかなというふうに思います。
さあ4番手レインスリックで威力を発揮した蒲生直哉なんですが、現在は前の2人よりも速いですね。蒲生直哉しかも本当にぐらい速いです。ただ前の2人から1秒6差が広がっているので、これこのペースでずっと行くとすると終盤チャンスが出てくるかもしれないというところですね。ただその前に蒲生直哉の後ろには5番手に61番の寺島智樹が近づいてきておりますので、ここに先に捕まると前の、そしてカーナンバー33という情報、田上勇樹が最終コーナー立ち上がりでストップをしてしまいました。これはこのままリタイアになりそうです。田上勇樹最終コーナー立ち上がりでリタイアです。さあトップは最終コーナーへと入ってきます。先ほどお伝えした4番手のガモ、後ろから寺島が来ておりましたけども、ガモの方がペースがいいのでここぐぐっと空きましたね。さあ FP3 クラス15周終了、残り周回数は7周となっております。大月素直の優勝はあったかなと私まだ考えているんですけど、なかなか思いつきません。今シーズン前回ね、中山大会でね、大月素直表彰台に登っているのはいるんですけれども、だから今シーズンは上り調子だったんですが、さあ最後のこの FP3 クラス、さっきのジュニアがどうやら伊藤瀬名がね悔しい思いをしたようなので、その分も晴らせるような、そんなトップ回答をこの後も続けてくれるかなという感じです。今最終コーナーへと入ってきます。単独で足を取られるというようなことだけはないようにというところです。大月今1コーナーに入っていく。さあ2番手3番手ですが縮まってきましたよ。残り周回が6周なんですが、これは富下リオナが前に出る感じがなんか匂ってきました。さらには1コーナーのところのバトルが激しくなってきまして、ここ中村海斗あたりを先頭としているでしょうか。さあ6番手争いぐらいじゃないかなと思うんですが、3コーナーへと向かっているところが慌ただしくなってまいりました。6番手争いです。中村海斗の後ろから鈴木めぐむと、そして下富美恵、さらにその後ろに森川貴光が近づいてきているのが見えます。森川は現在9番手。さあこの決勝は18番手からスタート、タイムトライアルで大失敗をやらかしたという森川は予選 A グループ16番手スタートというところで、タイトル総合結果からすると31番手から現在9番手まで上がってきています。最終コーナーから2番手3番手接近、4番手蒲生も接近、5番手寺島は1人旅、そして6番手中村海斗の後ろに鈴木と久富、さらに森川も接近、大井は単独、その後ろ佐藤、大越、佐藤も13番手に上がりました。高田雄大もようやくこの場面がつかめてきたが14番手、一方大島良介がなぜでしょう15番手までドロップをしてしまいました。ずるずる今下がってきてますね。今シーズンこの東西統一戦に出るために中山に出てきていました大島良介。さあちょっと大島もこの後半苦しくなってきたんでしょうか、ずるずると落ちてきています。さあトップは今最終コーナーへと差し掛かっているところ、これで18周終了、残り周回数は4周ということになります。さあ春日龍之介は富下リオナに仮に前に出られたとしても、その後ろ大ボケしない限りは大丈夫、大ボケしない限りは大丈夫なんですが、さあだけど最後にライバルに前に行かれて後ろでチャンピオン取ってもねというところではないでしょうか。トップはもう大月素直が5秒以上前にいるのでどうもしようがありませんけれども、さあしかしながら分かりませんよ、さっきも伊藤瀬名が後ろを大きく離したにもかかわらずペナルティを取られるかどうかといったような話もありましたしね。レースは終わってからも何が起こるかわからないというところです。さあ残り周回数が少なくなってきた、3周半になってきました。バトルが起きているのは6番手以降です。
現在ヘアピンへとアプローチをしていっております。6番手以降4台のバトル、中村、鈴木、久富、森川と今シーズン西地域で主役級のドライビングをしておりましたドライバーたちが今ですね、不本意ながら6番手争いということになっています。中村海斗は今シーズン開幕戦と第3戦5点馬と、そして第4戦の神戸を取っていたにもかかわらず、5月の神戸とそして中山でノーポイントだったのためにシリーズチャンピオンの目がなくなったという経緯があります。中村海斗実力は十分、さあそんな中村海斗とバトルを繰り広げていたのが鈴木めぐみや、あと森川貴光といったドライバー、久保圭もそうでしたね。さあそして今ホームストレートすごい状況になってますね。今1コーナーへと入っていくところ、宮崎龍羅の姿が見えましたが、あちらこちらで終盤バトルが起きています。さあ西地域の主役級ドライバーが6番手争いというのはちょっと喋ってて切ない感じもあるんですけれども、しかし西からの新たなヒーローカーナンバー40番大月進太郎は間もなくレース終盤、残り周回数2周に入ります。さあそして東の主役春日と富下連なって今ホームストレート通過、和光はここに来てちょっとペースが落ちました。そして寺島、中村海斗は後ろをちょっと離したか、鈴木めぐむの後ろには森川貴光、ドロップしたのは誰だ、あ、久富だ、久富どうしました、久富圭がいない、あー最終コーナー手前スローになっている、久富圭がスロー、30歳のフォーミュラブルー挑戦、久富の最終戦はこのままなんかかぶり気味な感じなんですけど、あ、戻ったか、戻ったか、しかし大きくドロップをしてしまいました。これは残念。さあこれでですね、セカンドチャンスヒートから立ち上がってきました坂井宏行が11番手までアップするというような展開も出てきました。さあしかしながら残り周回数は2周を切っています。先頭カーナンバー40番の大月スノー、さあ前に結構バックマーカーもいっぱい出てき始めましたのでね、どこが先頭なのって思われるかもしれませんが、今1コーナーに入っていくカーナンバー40番トニーカート、このドライバーがファイナルラップです。トップでファイナルラップ、大月優勝まであと1周です。今シーズンは第3戦5点馬大会から参戦をしてきました大月スナホ、その時は7位、その後神戸大会では6位、そして中山大会では2位、上がってきたねと言ったらはじかんだ笑顔を見せていました大月なんですけれども、さあこのメンバーでこのコンディションでこの静かで結果を残せるというのは本当に彼にとっては大きな自信なのではないでしょうか。今最終セクションへと差し掛かっています。 WRC で戦うギリダーに勝った坂本にも捧げるかのような最終コーナーから立ち上がってカーナンバー40番足大月スナオトップチェッカーです。大きく1位というね拳を掲げてホームストレートの通過、そして2位チェッカーの桂龍之介はシリーズチャンピオン獲得、3番手富下龍奈、4番手ガモ直也、そして寺島、中村、鈴木、森川は8番手まで上がりました。9番手大井、10番手に坂博之がセカンドチャンスヒートから29番グリッドから19台抜いてきました。11番手大越、12番手高田、13番手佐藤、14番手大島、15番手宮地、16番手富田、17番手越路、18番手沼田、19番手宇津美、20番手角田、21番手はカラーリング的に米林だったかなという感じがするんですけどね、この辺もかなり連なってチェックを受けていきましたね。さあということで残念ながら途中で止まってしまったドライバーもいるようなサバイバル戦となりました。 FP3 雨足は強まったり弱まったり非常にタフなレースになりましたけれども、予選を通過したドライバーの皆さん、納得いくレースができましたでしょうか。さあこのカーナンバー40番大月スナオ選手にはね、また表彰台でいい笑顔を見せていただきたいと思いますが、何度も噛みしめるようにガッツポーズをしながら車検場に戻ってきております。そして桂龍之介選手もヘルメットの中笑っているように見えます。富下龍奈選手は初の女性チャンピオンということには至りませんでしたが、ランキング2位というのは堂々たるものだと思います。